こんにちは無双剣武術会の山本です石雲流剣術書お話しいたします、えー、心の剣はまあどうも潜在意識と一緒にやるんだということのようなんですけれどもその潜在意識と一緒にやるというてもそれには 石油流ではまあ赤子に変えた心と君子の心とになった時自動制御反応は起こるべしということで説明があるわけなんですけどまあ私も全く同意見でですね、えー まあそこまでいかなくてもその手前で出だすわけなんですけど当然えつまり赤子に帰るの方はまあ3歳ぐらいでしょうかねえと何て言ったらいいんでしょうね物心つくちょっと前ぐらいまで戻るような感じになるとでかなり出ると思います。 そしてそれはあのまあ変な話ですね <laughs> ほとんどの方が経験してきてることなんでなんとか思い出せばその頃のことはあの思いが残ってると思うんですよ。で、えー、覚えてることがあると思うんですけど たびたび思い返してみると何か思い出してきたりするってことがあると思いますんでそれで大体大丈夫だと思うんですよ。それでですねあのこの心の剣でなわけですから心法の剣ですからとりあえず体を先にどんどん動かそうと思うと。 まあ同じところを堂々巡りのようになってしまってですね心の発動っていうのは起こらないわけですよですから体をどん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 動かさないでまずまずは心の整理をして整理のついたところでその整理のついたところをまでを 動くかどうかやってみるというのは所作の稽古だと思うんですよ。ですから最初まあ相打ちで最高の状態という説明が石油にございますから相打ちにしてみるわけですね。そうしますと潜在意識にあの 通じて自動制御反応を行うようにするのには、まあ、人道天理とか書いてあるんですね赤のように。別のまた言い方ですが赤ん坊とか君子とまた同じ意味なんですけど人道天理の道ですよね人の道天の理,理,理と同じだというようなことなんです ですねそうなった時人の道ってまあこう三次元で生きてる我々のことなんでしょうけど天理となると潜在意識の方ですよね。そうすると、まあ、まあ知らせが来るというような感じだと思うんですね、まあ、自動的に動くということだと思うんですよ。でそのことを。 その通りにやると明宮止水から無双剣まであのものすごく早く現れますんですよね。あのそれがあの先に体をどんどん動かしちゃって体で試そうと思うとあの体で動かしてで心のことを分かろうと思うと。 後先が逆になってしまって<逆>、えー、はるかなはるかな遠い道を行くような感じになってしまうと思うんですよ。なかなかそのスイッチが入らないと言いますかね逆ですから心が先であの車の運転とかまああの 一人乗りの船,船ですねボートのようなものを想像してみてもまず運転手さんが入,入って船頭さんが入って、えー、それで自動,自動航行装置にスイッチ入れてということですかね先に船じゃないですよね先に自動車じゃないんですよ。 そしてその何ていうんですかねあの自動車とか船があ最先端のことよく分からないですけどあの例えばあの飛行機の管制灯のようなもので人工知能のようなもので自動,自動航行装置ですねのスイッチを入れてとなるとまるでこの心の剣のような感じなんですよ。でですすからまず心ですね 運転する人の心が入らないと。あの車とか船の性能を性能テストだけをどん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 やってですね乗る人の、うん、心のことはいつなんですかということになってしまって逆になっちゃうと思うんですよ。ですから落ち着いてですね 石油に書いてあるとおり子どもの頃に帰るようにしてそして赤子に近づくようにしてあるいは違う言い方ですと君子の道ですね、えー、何回かお話にも出てますけど「君子の道」というと、まあ、難しい言い方はともかく、まあ、完全に ことあった時。もう、み、身を忘れて。行いをするというような感じですよね。言い訳とか躊躇している暇はない。のが君子なんでしょうけど。なかなかそれがですね。このことはあの普段の。まあ。生活の中。からもですね。 会話の時なんかにもそのついつい、まあ、言い逃れとかですね言い訳とかうんり的な話をしてまあ避けてしまうとかいずれにしてもやらないってことですね。 あの態度とかは立派だったり言葉は立派だったりするんですけどやらないっていうのは君子じゃないってことですね。そこのところなんですけどあまり多分関雲さんも厳しくお弟子さんに言ってるわけじゃないと思うんですけど、まあ、かえって普通のことじゃないのかというような感じだと思うんですよね。 普通のことですよ、ね、だから会話の時もなんか受け答えの時も普通に答えて普通に受けて普通に答えてとなるべく正直にまあ礼儀はあるけどもというような感じですねそこら辺がちょっと君子方面の突破口だと思うんですよ。 つい格好のいいことを言ってしまってやることはやらないとかということになりますとまたちょっとええーね、世間流にもまあ毎回ちょっとちょっとだけ読んでみますけどえー 才覚知恵にて整う整うることかと心得て東西に走り南北に巡りて朝より夕べに至るまでまあ隙もなく苦しみ年月を送って終わりに人道天理の当然の安観ということを知らずつまり 処世、えーまあ、術のようなことに周知してしまって自分の身を飾って格好をつけてしまってですねほんほんまあよく考えてみると正直でも何でもなかったと当然君子でもないっていうことになるとこれは当然心の剣は出ないんじゃないのというような説明なんですね。逆ににですね黙っていていも赤子に変え 心で君子のような心だとそういう方はまあ剣の稽古をそれでその心で剣の稽古をしてみればですよその心になって剣の心をしてみれば稽古になりますんでやがて無双剣 心の剣が出るぞということなんですよ。黙っていても。ところが、体をお先にどんどん動かして、所作の方から行けばですね、新陰流の極地まで行って、発寸ののべがねも足してもならなかったということを、まあ、石油献術書では言ってるわけなんですね。またそこが 逆に言うと面白いところだと思うんですけど、これをまた参考にしていただいてえ、武術やスポーツに役立てていただければ面白いと思います。ではまたお会いいたします。